出ました。小山田圭吾さんのね、事件が取り沙汰されて、まあ、公演も中止ということになりましたけども、理由としては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響とか言ってますけども、明らかにね、原因は違うでしょうね。私は思うんですけども、こういうふうな人の心がわからない人とかね、人の心を踏みにじるような人とか、他者を迫害する人とかね、ましては障害者の方を貶めるような方が、一体何を歌うんだろうなと思うんですよ。で、こういう人に集まる人も、所詮はそういう人なんだなと思いますから、まあ、言ってみればひとまとめにしてね、まあ、クズの集まりなんじゃないかなと思いますけども、ただね、こういうことを言うと、またね、攻撃に攻撃、いじめにいじめっていう掛け算になっちゃうんで、まあ、口は慎んだ方がいいかなと思いますが、まあ、ここでちょっとお話したいのはね、じゃあ、過去の、罪っていうのかね、幼い頃に誰かをいじめちゃったとかね、そういうことってのは、いつまで許されるんですかとかね、許されないんでしょうかってことですけども、これどう思いますかね。私は許されることはないと思うんですよ。許されることはなくて、帳消しにはならないけども、その分何か他のことができるというところもあると思います。だから、絶望ではないんですよね。ただやっぱりやってしまったことっていうのは、もう取り返しがつかないですから、なぜならここには相手がいるからなんですよね。だからね、これをね、妄想の中でとか、こういう映画を作りました、いじめの映画を作りましたとか、それから創作物の中で、なんかね、うんこを食べさせちゃいましたみたいな。なぜならね、別に被害者がいないんですけども、でも実際に生きてる人間に対してこういうことをやって、その、された被害者の方にもね、親、兄弟、友達、友人、愛する人がいるわけですよ。そういったことを考えたらとても許せないんですよね。まあ、皆さんがね、やられた方の立場になってみるとよくわかると思うんですよ。あなたの大切な人、お父さんやお母さん、もしくはお子さん、兄弟、恋人が、どっかに行って帰ってきたらうんこを食べさせられちゃいました。で、加害者のやつは、どっかでそれを自慢げに話してました。10年後、20年後、オリンピックの代表曲を作るようになりまして、昔を、過去を反省しますとかね、そんなこと喋ってます。許せますかね？ね、やっぱり、許されないと思うんですよ。でも、それは、私とか、被害を受けてないということではなくて、当事者の方がその思いを、持っていると思いますんで、それをおもんばかることが必要ですけども、まあ、関係ない人がね、やりすぎるのは良くないかな。それはまた、いじめの掛け算になっちゃうんで、その辺にしとかないといけないと思いますけども、ただ、動かされる世論っていうのがありますから、確かにこういう人が自分たちの国を代表するようなことをやってほしくないよね、とかね。なんか、ね、ステージで歌ってほしくないよね、とかね。反省したから帳消しになるって考えがまずなくて、だからこそ、人を貶めないように、私たちは次の世代に、かっこいい背中を見せていかないといけないですね。で、その、なんて、いじめには何もないわけですよ。仕方なくやるいじめってないですからね。単なる余興とか自分の喜びとかのためにやってるわけですから。だってね、緊急避難ってものがあって、船が遭難して、なんか浮かび奴らが一枚でしょ。で、自分がその板に捕まるか、誰かが他の人が捕まるか、二人に一人しか助かりませんっていう時に、仕方なく自分が生き残るために誰かを犠牲するっていうのは、これはね、まあ、許す許されない問題、に、まあ、言うとですね、許されることだと思うんですよ、それは。自分の命を守るために、仕方なく生き残るためにやったってのはね。それは誰も非難できないと思う。ただね、平和な世の中で何も起きてないところに、まあ、障害のある方、ちょっとハンデを背負っている方をぐるぐるの日に絞ってね、身動きのできない状態にして、うんこを食わせるとか、これナチスのやることか、ナチスでもそこまでやらないですよね。これはだから、囚人に対する拷問の類に入りますから、この小山田さんっていうのは拷問をしたってことなんですよ。まあ、シャレじゃないんですけどね。拷問を過去にした人が、人前で歌ってるとかね、人気が出るっていうのは、どういう神経なんだと思ってるんですよね。ただやっぱり、いろんな活動をする中で、まあ、悲惨な目にあった人をね、自分の反省も込みで何かをしていくとか、なんかインタビューで言ってましたよね。当事者の方に機会があったら謝りたい。機会を作らなかったのは誰なんですか？当事者の方に謝る機会を作るよりも、自分が有名になるために、売れるためにあれこれやったっていうのがこの人の真実だと思いますから、今日この時点で許されることはないと思いますし、やっぱりいろんな活動がね、中止になるのも、それも込みで自分の食材だと思ってやってしまったことは消えませんから。先に進んでもらいたいなと思って。私もね、復活を希望しないわけではないんですよ。でも現時点では、なんかね、なんかしたのって感じですよね。やっぱり、未
今の時点では、いろんな報いを受けるのは仕方がないかなと思いますね。で、周りの方もね、やっぱこう、励ますのもいいんですけども、時に厳しく、やっぱり、やっていった方がいいんじゃないかな。何でもかんでも友達だからメンバーだから擁護するとかね。あいつが辞めるんだったら俺たちも辞めますみたいなのがかっこいいみたいな価値観出来上がっちゃいますけども、誰に向かって、正義を貫こうとしてるのか、義理を貫こうとしてるのかってことですよ。この小山田さんに対しては、厳しく処置することが友情だと思います。友達じゃなかったらできないですよ、こんなこと。他者がやったら単なる自分ですからね。だから友情を持っている深いつながりのある人が呼びかけてあげないと、一生救われないんじゃないかなと思いますけども、皆さんはどういうふうに思うでしょうか。それでは以上です。